皆様おはようございます。内閣総理大臣の安倍晋三でございます。本日は世界各国から認知症のケア予防に関わる専門家や政府関係者の皆様、そして認知症の方ご本人とご家族の皆様、多くの方々のご参加を賜り、認知症サミットの後継イベントを我が国で再開できますことを大変嬉しく思います。心から歓迎いたします。我が国では高齢者の4人に1人が認知症またはその予備軍と言われています。このような方々を支えられる側と考えるだけでなく、ご本人に寄り添い認知症とともによりよく生きていただけるよう支援していくこと、これは安倍内閣の目指す何度でもチャレンジできる社会であります。できる限り早い段階から医療介護の専門職がチームとなって支援できる、そのために力を尽くしてまいります。認知症の方が安心して暮らせる社会を実践することは今や世界共通の課題ですが、最速で高齢化が進む我が国で、そして我が国こそ社会を挙げた取り組みのモデルを示していかなければなりません。そこで私は本日ここで我が国の認知症施策を加速するための新たな戦略を策定するよう厚生労働大臣に指示をいたします。我が国では2012年に認知症施策推進5カ年計画を策定し、医療介護等の基盤整備を進めてきましたが、新たな戦略は厚生労働省だけでなく政府一丸となって生活全体を支えるよう取り組むものとします。認知症という課題に取り組んでいくためには各国が知恵を絞りそれを共有しなければなりません。例えば我が国では認知症の病態解明を進め、予防や治療の研究開発につなげるため住民を対象とする追跡研究を全国に展開する予定です。これをもとに各国の取り組みと連携し、さらに高い次元の成果を目指します。また我が国では地域の人が正しい知識と理解を持って認知症の方やご家族を手助けできるよう認知症サポーターの養成を進めています。英国やカナダでもこれを参考とした取り組みが進められていると聞いており、今後ともこうした取り組みを世界に向けて発信していきたいと考えています。今回のイベントが皆様にとって実り多い意見交換の場となり、また認知症に対する国際連携の構築に向けて確かな前進となることを期待し、私のご挨拶とさせていただきたいと思います。ありがとうございました。